ラシル。このね、粘り、美味しいミートソースに変わります。これで、たったこれだけで、でこれマジで明太も食べれます。サローネドゥエメルセッテ料理長の湯気啓太と申します。今回は納豆を使ったミートソースをご紹介しようと思います。はい、じゃあ今回使っていく食材いってきます。合いびき肉、トマトホール、ケチャップ、ウスターソース、粉チーズ、ひき割り納豆と塩コショウ、ニンニク、 1.8 ミリのスパゲッティです。では調理に入っていきます。下準備していきます。まあ、下準備とは言ってもニンニクを刻むだけです。はい、まずニンニクをね、みじん切りにしていきます。はい、下準備は以上になります。まずね、オリーブオイル、みじん切りにしたニンニク、はい、ゆっくり炒めていきます。そしてこっちのね、鉄のフライパン、まあ、もちろん、ない場合はテフロンパンでも大丈夫です。こっちの方で、ひき肉を炒めていきます。この鍋の中で味付けしていきます。塩、はい、と黒胡椒、はい、ニンニクの方は、中火ぐらいで、ひき肉は強火で炒めていきます、ね、玉ねぎ、人参、セロリ、みじん切りにして30分揚げ炒める、そんな時間ないよって方におすすめな作り方。粒の状態の納豆でももちろん大丈夫です。ですがおすすめは、まあ、今回使うあのひき割り納豆、いい香りが出たら加えます。はい、このね、粘り、鍋底にね張り付くんですよね。それを炒めることで旨味に変わっていきます。ケチャップ加えます。ウスターソース加えます。ちょっとね、熱して余計な酸味を飛ばします。でこっちのね、お肉炒めていきます。しっかり焼き目をつけるように焼いていきます。ひき肉加えます。そしてまあこのこびりついたうまみね、お湯で剥がしていきます。フライパンにね、こびりついたうまみも加えます。トマトホール加えます。煮詰めていくだけです。これでたったこれだけで3時間ぐらいかけたような美味しいミートソースに変わります。まあ、ちょっとね、トマトもほぐしていきながら、もうあと煮詰めていくだけなので、パスタを茹で始めていきます。まあ、表示時間8分となってますので、まあ、表示時間通り8分間茹でていきます。じゃあちょっとね、ソースの味見を、ね、これね、納豆しっかり炒めたんで、まああの香りはね、納豆の香りはそんなに感じないですね。はい、いただきます。めちゃめちゃ深い。でこれマジで明太も食べれます。今回ご紹介したレシピも、クラシルのアプリに載ってますので、ぜひ検索してみてください。はい、じゃあ表示時間通り8分茹で上がりました、ね、でソースの中に加えていきます。いや、もう納豆を使ってるってもう言われないとわからない程度の状態だと思いますけど、うん、間違いない味です。本当にうまい。ちょっとまだね、硬いと思った場合は、パスタ油またはお湯でちょうどいい硬さになるまで炊いていきます、ね、
ここで仕上げにね粉チーズ加えます。納豆の発酵のうまみとチーズの発酵のうまみをね掛け合わせてより一層、ね、美味しくなります。いやいやいや、こう納豆がね入ってるんでちょっとねいい感じのとろみがね。はい、仕上げに香り付けでオリーブオイル、火を止めて加えます。はい、納豆入りミートソース完成です。では盛り付けていきます。納豆入りミートソース完成です。では早速いただきます。うまい。納豆の粘り気が絶妙なとろみに変わってます。ちょっと試食をいただきます。いかがですか。もうちょっと食べるの4回目くらいなんですけど、ちょっと納豆料理界で多分一番美味しいです。ありがとうございます。ここまでご視聴していただきありがとうございます。僕も、湯気チューブというチャンネルで、美味しいパスタ料理を中心に、配信してますので、ぜひそちらの方も遊びに来てください。当店の味がご家庭で簡単に楽しめる、パスタセットをオンラインで販売してますので、そちらも概要欄でご確認ください。攪拌していきます。めちゃめちゃクリーミーです。うまい。